どうも、東京コンパスリストおびちょ。はい、今日は全国47都道府県ご当地グルメ食べ尽くし今日で17回目。すごいね。いやー、桜散る雨です。そうやねんな、もう今日でほとんど桜散っちゃうかもしれんな。そうですね。まあ4回ぐらい桜見て春を満喫したということで、うん、そうやな、もう春は満喫したらもういいです。てかもう逆に俺プライベートで桜全然見てないんだけど、この撮影しかマジで見てない。確かにそうやな。正直飽きた。なんか俺ら桜の成長見ていったからな。そう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 、本当に動画でほぼほぼつぼみぐらいから満開まで見たもんね。そうそうそう。室内ですか今日は。室内ですね、雨ですから。あいにくの雨ということで、これ引いたね、今ご当地グルメを食べるという企画なんで、今回ちょっと阿部ちゃん。あ、いいですか。これ前回自分で山形引いたんで、新潟でも出ましたけど、新潟も出ちゃって、あと大阪だけやねん。沖縄、沖縄、沖縄ね。リーダーには大阪自分で引いてもらって。じゃあちょっとすいません、早速引かさせていただきます。はい、沖縄いいな、ソーキそばとか食べたいな。マリンちゃん海です。じゃあ行きます、ドーン。これなんだ。あ、広島県。おお、広島やがな。広島ジャケ。ジャケ。広島ジャケ。広島はなんだ。まあ広島お好み焼き。そうそうな、広島焼きしか俺は知らんな。知り合いに広島焼きやってる人いますけど、牡蠣とか。あ、広島市の牡蠣とかなんか有名だった気がします。広島の牡蠣も確かに有名だよね。まあまあちょっとね。とりあえず探しに行きましょうか。行きましょう。はい、ということで、今回はこれは何ですか？牡蠣の土手鍋です。牡蠣の土手鍋。もうなくなっちゃったんですけど、最初味噌をここに塗るんですよ。だからちょっとこべりついてるでしょ。で、少しずつ溶かして食べるんですね、本来は。あ、そうなんだ。そうなんや。なるほどね。本来はもっと鍋が深いで。あ、そうそう、土手鍋で。ちょっとはい、やる感じ。牡蠣もね、これちゃんと広島のね、牡蠣を使って。うわ、うまそう。さっきもね、大きかったのに。まあまあまあ。牡蠣鍋。うん。牡蠣鍋。味付け自体がもう味噌とみりんと生姜だけなんですよ。結構シンプル。シンプルな。はい。味噌汁みたいな。じゃあ牡蠣。じゃあ先に。結構入ってる牡蠣これ。牡蠣楽しみやな。牡蠣ね、食いたいと思ってもなかなか食えないですから。そうね。あんだけあった野菜たち本当縮こまったね。オッケー。はい。よっしゃ。いただきます。いただきます。牡蠣からいきましょうかね。牡蠣から。牡蠣からいこう。はい。牡蠣からいこう。広島の牡蠣。いただきます。いただきます。うまっ。うま。濃厚ですね。うまいね。うま。これ結構生派なんですけど、やっぱ火通ってるのもいいですね。うまいわ。ああ。味噌汁ともまた違う。美味しいなスープ。甘めのお味噌というか。甘。味噌感そんなないのかな。そうだね。はい。牡蠣だけの鍋初めてだった。このメイン食材。肉入ってないですね。そういえば。そう。あ、これ肉も入れてもいいですね。贅沢鍋。確かに。溶かして食べるらしいから、どんどん味が濃くなっていく鍋なんですかね。なんかな。広島の牡蠣が有名なんだっけ。有名っぽいですね。だってスーパーで売ってるぐらいですからね、広島産の牡蠣が。有名だよ。そうだね。でも牡蠣はフライが一番好き。ああ、牡蠣フライ。牡蠣フライが一番。確かにな。タルタルとソースぶっかけて。そうそうそう。ああ、いいですね。牡蠣フライが一番好き。生も好きだけどね。実際は食べた時のインパクトで言ったら、多分フライの方が美味しいねんけど、なんかちょっともったいないなっていうあれがあるから、やっぱ生の方が贅沢で好きかなって思うけど。でもフライにしたら別にそんな美味しくない牡蠣でも美味しくなっちゃう。そうそう、全部うまい。生とかダメでも牡蠣フライやったら OK っていう人も多いですからね。そうやんな。牡蠣はね、俺忘れられないですわ。リーダーが働いてた魚介系の居酒屋に行ったんですよ。でその時に牡蠣を食ってます。めっちゃ美味しくて、そこからハマってます。他のアワビとかサザエとか食えないんですよ。牡蠣だけ食える。牡蠣な、なんで美味しいかよう分からんねんけど、俺的になんかちょっとほんまに癖強いけど、なんやろな、海って感じですよね。そう、海。海で泳いでる時の味しますね。ほんまに分かれるような苦手な人と好きな人。魚介系だと俺はウニとカキが好きなの。もともとウニは好きだったね。ウニ最近ほら食べ放題でチャンネル登録者1000人以上だからいける寿司の食べ放題で食って、それ以来ですわ。ほとんど初めてぐらい鍋の素使ってない鍋です。あ、そう。うん、鍋って鍋の素使っちゃうんで。確かにね。例えば9歳の子が食って美味しくないですよね。美味しいのかな。ああ、でもこれ結構子供でも俺はあったら好きじゃないと思う。肉ないんかいってなっちゃうんですよ。まあね。キムチ鍋がいい。あ、だからキムチ鍋がいい。子供だったらね。渋すぎないだって。渋いな。カキ鍋。広島行ったことある人いる？リーダー、割と近いよ。まあ近いな。まあそっか。行こうと思えばだって車とかでまあ行けるな。距離はな、大阪からだったら。そんな別に時間はかからんと思うで。飯が美味しそう。とりあえず。で、柄悪そう。え、広島？ああ、ちょっとね、わかります。そうなの。喋り方が何々じゃけみたいなのしかイメージじゃない。ずっとカープですよね、広島って。カープ愛すごいよね。だって知り合いいるじゃないですか、広島焼きの。店内カープでしたもんね。カープだらけというか、真っ赤でカープのロゴの濃いのお店で。俺が知ってる広島風お好み焼きのお店もカープが勝ったらなんかお好み焼き一枚無料なんですよ。野球愛すごいな。カープって強いんですか？残念ながら本当に野球は分かんないの俺。あの人いましたよね、すごい有名な。マイケン。あ、広島だっけ？広島だった気がします。今ねメジャー行ったけどね、地方球団というかね、ああいう民間球団というかなんていうの、広島って広島県がやってる球団。そうですね。確かその民間というか、だからそうなんか地元にめちゃくちゃ愛されてるのか。巨人みたいに読売がやってるんじゃなくて、そう広島県がやってる。そう、なんか民間の球団だからお金もそんなないし。そうなんですね。そう、なんか巨人みたいに強い選手バンバン取れない。でもそれが地元にめちゃくちゃ愛されてるみたいな。それは応援したいですね。確かね。まあ俺全然知らないんだけどね、野球は。これでいっていい？どうぞ。かわいい。ほんま3分の1ぐらいになっちゃった。ね。はい、広島制覇。次いつ雨になるのか。いや、まあそれじゃないですか。梅雨ですしね。そうだね、もうそろそろ梅雨入るから。梅雨入ったらもう連チャンやで。ずっと1ヶ月丸々かもしれない。美味しかった。はいはいはい、ということでごちそうさまでした。